皆さんこんばんは。グリムドーンやっていきたいと思います。さあ、前回ぶっ殺されましたからね。敵のレベルだいぶ高かった気がするんですよね。どうすっかな？道合ってんのかな？そこでね。まあ、リベンジしていきましょう。あれ、こっからのリフトで行かないとダメなのか。ああ、また戦ってるわ。はい、よし、じゃあ行こうか。また敵出てくんじゃない、ここらへん。おお、出てきたね。よし、ほっ。さあ、気をつけていかないとね。よし、でもダメだな。奥からこう行かないとダメか。あ、手前から。どっち行っても一緒だな。しょうがない、こっちから行くか。ほっ。よし。ほっ。レベルアップした。よし。レベル上がりましたね。体格320いったな。何か装備的なのあったよね、確かね。精神力165。あとちょっとでこれも装備できるな、場合によっては。デモリッションリスト、よし、こっち行こうか。おお、スキル抜いた。ほっ、よし、さあ倒していこう。さっきのあいつどれぐらい、結構レベルあったよな。本当にあそこで合ってんのかね。そんな不安すらもある。よし、はいはいはい。とりあえず先に進みましょうか。ほっ、近えな。こっち行こうか。よし、お、いたね。はい、で、おっと、はい、さあ倒して。うん、ここまっすぐで行けるね。はいはいはい、よし、オッケー。でこっちだね。はい、でこっちかな。ほっ、あそこだな。せっかくだから倒しておくか。はい、よし、はいはいはい。経験値となれ、我が経験値となれ。おお、出てきたな。はい、でもあいつやべえんだよな、あのボスな。どうしよっかな。あ、こっからか。最短で行くには地下2階入り口。出口ってあるな。どういうことだこれ。もしかしてまだ行くべきじゃなかった？都市の出口ってあるな。ちょっとこっち行ってみようか。右側からの出口、もしかして私
たちは何かを勘違いしていた。ほっ、よし。出口と下があるってことは、もともと密輸人の道を通り抜けろってあるんだよね。それがもしかしたらここのことなのかもしれない。はい、よし。あ、でも地下まで行かないとあれか、私の身柄を確保できないじゃないか。それは許されるべきことではないな。そうするとせめて回収はしたいから3階には行かないとな。あべ、出てきちゃったな。ほっ、はい、よし、はい、いいね。ほっ、後ろから撃って、よし、さあ倒して、はい、ダメか、よし、あ、いけないな、左側行かないとダメか。お、できた、ほい、よし、ほい、宝箱。さーて、死にたくないな、次は。つっても強えからな、レベルがおかしかったよな。レベルが絶対おかしかった気がするんだ。あばい、ほい、よし、あぶね、ほっ、よし、うん、 MP が使っちゃってるね、結構。あ、来るかも、ここねえか、大丈夫か、危ね、うら、うら、撃て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 、よし、アンデッドも溶けるんだなっていう感じですよね。よし、はい、うん、あ、ここ行けねえのか、こっちしか道がなかったのね。またネームといいな。これで30でしょ。エナジーIs low. エナジーがないって。ほら。おお、画面がすぐ揺れた。よし、倒した。さあ。おい。なんちゃらガード。デビルタッチ。うん、とりあえず先を急ぎましょう。リベンジどうにかしてしたいね。にしても敵が格上なのも確かだな。はい、よし、はい、いけ、まっすぐだな。よし、さあ慌てず行きましょう。これのダメージは気にしなくていいからね、対してね。さあチェスト、まずはまあ入って結構近くで死んでるからあれなんですけれどね、死体の回収は、経験値の回収は多分できると思います。問題は回収した後、どう立ち回るか。こういう移動妨害系もあるからね、敵には。はい。あー、ワープしてきたね。いて。
よし。おーっと、でかいのいんね。おっと。Don't have enough energy. おっと、エナジーがないって。すぐエナジーなくなっちゃうんだよね。意外と消耗が激しいんだよな。はい。よし。はい。多分最初はここを出るだけでよかったんじゃないかなと思うんだよね。ただ下まで進んじゃったんなら、ほっ、レベルに見合わないかもしれないけど、私たちは挑戦するのです。はいはい、I'm out of energy. はいはい、いてー、よし、逃げ打ち逃げ打ち、おっと、痛いね。さあ、しっかりと使ってって。 My energy is low. エナジーが足んない。はい、よし。やっぱきついんだよな、エナジーが、回復量がね、足りない。こっちの先でいいのかな。ああ、どっちでもいいけど、こっちの先から行こうか。よし、どうやったら倒せっかな、あいつ。ほっ、ミス。ミスですか。アイテムゲッチュ。よし。さあ、行くぜ。おっ。うら。あれ、意外と当たんねえんだよな。よし、さあ、おっと、さあ来いや。にしても何度も来るのは結構大変だな、ここ。ああ、やっぱクエストあそこなんだよな。あそこ行くべきとこじゃねえな、絶対。次死んだら諦めるか、さすがに。絶対行くべきとこじゃねえって、おかしい。はい、おっと、タイルがなくなった。よし、ほっ、よし、レベル30なんでとか。倒したか、うん、先を急ぐぞ。こっちか。はい、いけ。ほっ、引き打ち引き打ち。ああ、出てきたな。ほら。どうだ？
左側も行けるっぽいな。ほっ、行け。よし、さあ、ほら、左は行ったことないのか。せっかくだから見とくか。はい、 OK。やばい、よし、痛いね。まあ同じか、同じですね。はい、さあ行こうか。最短の道は、最短の道はこうだね。真ん中通る方が早い。ただ絶対いるだろう、なんか出てくるよね。おっ、よし、エクトプラズム。地味にこういうエクトプラズムとかさ、いいんじゃないの。どれだ、エクトプラズム。エナジーの再生回復量だって。これいいな、これにつけるか。あれ、つけらんない。指輪か、ちょっと待って。カブト、これにつけとくか。あんまし使わねえもんにつけちゃったけど、もったいねえか。まあ、いいか。さて、よし、やべ、いっぱいできた。おっと、いて、敵の死角になるように。よし、これで向こうのやつは関係ないね。ほら、よし、おっ、 OK。 あれ、ブロック、いやー、出てきた。54から100ライトニングボルト。向こうはいいな。我々の目的はこちらだ。出てきたな、ハサミ撃ちと。来たね。ほっ、はい、てほっ、よし。あー、痛いね。I can't do that yet. 回復。ほっ。いいよ。まずは囲まれない位置に行くことだね。その狭いところ。よし。ほっ。設計図のレリックだって。いいの手に入ったんじゃない？多少は。ほっ。はい、どうよ。あれ、意外と爆発範囲が狭いか。よし、ほっ、倒せ。 OK。 遠いな、向こうか。だいぶ遠いとこまで来てたんだね、やっぱね。ほっ、はい、まあ基本いて、基本は引き打ちだな。とどまりながら戦うのは良策じゃないね。よし、あそこ行く必要ねえのに出てきたな。ほら、ほっ、ティア。よし、いい経験値にはなってんだろうけどね。ちょっとね、相手が悪すぎんだろう。ほっ、よし、ほっ、ティア。
よし、入ったな。はい。よし。はい。縦か。エクトプラズム。はい。よし。はい。はいはいはい。これはマジックか？片手剣か。宝箱あんね。片手遠距離武器か。紋章。ほい、ほい。よし。さあ、仕留めていけ。これは、魔法のメダル。いっかな。ほっ。よし。ほっ。倒したか。ほいって。よし。オッケー。え？こっちか。ほっ。あー、ネームドがいる。よろしくない。おっと、効率的にされた。やば。数を減らしていかないと。ほら。ほら。あぶね。ほい。よし。ほっ。よし。ほっ。ほっ。痛えな、やっぱ。この野郎。手に入ったね。これは両手剣。あー、めちゃめちゃ苦労すんな。こっちね。スケルトンがいいね。はい。よし。さて、3階はすぐ入ったらボスがいるはずだからね。よし。はいはい。近くにいるものから。はい。レベル上がるの早いな。さすがといったとこだね。精神力も上げとくか。ボブの威力上げとこう。さて、近い。おっと、やべ、いっぱい出てきた。ちょっとやべえかも。ほっほっ、ティア。ゲッゲッ。そう、こうやって広く取って戦わないとね。よし、はい、 OK。さあ、はいよ。さあ、倒せ倒せ倒せ。よし。はい。魔法のリング。エナジー再生、ヘルス。物理ダメージ 10% の物理ダメージよりも攻撃能力、防御能力。これどうなんだろうね。はい。いやー、こっちの方が良さそうだな。よし、で行きましょう。もうすぐだったよね、多分ね。はい。ほっ。けっけっけっ。ほっ。やーばい。
よし。いいや、いいや。オッケー。あー、危ない。この先だね。出るかな？出てこねえか。さあ、ボス戦。中ボス扱いなのかな、あれ。ちょっと戻るか、一旦。デビルズクロッシング。前回あそこで死んだかんなとか、ボスが強すぎたんだよ。Come see what's left of my wares. これは別にだな。うん、いいさ、いいや。いいか。ズボンもいいね。ベルトは火炎ダメージが入ってるけど、防御能力気絶時間短縮がついてるから、ちょっとそっちで行こうか。ここら辺も感電ダメージね。はい、こんなもんかな。頭遊びできんね。エナジー再生どうなる？若干下がるな。DPS 下がるのか。じゃあもう行っちまうか。See anything alive? But it's a good use. で、これ覚えたんだよね。前にちょっと装備を整えようか。What brings you to my fold? 聖域。被ダメージ 100% の確率で敵が術者の防御に弱点を満たしたときはいつでも炎のバリアが周囲にできる。いいことなのかどうかわかんないけど。作れそうだけどね。いや、作れねえのか。ページ雷系か、うん、特にだな。カーズマンの防御、探検家のチュニック、うん、Don't get killed out there. はい、アイテム。Got something you need stashed? 今つけてるのよりもあれだな、体格とかが上がるけどダメージが若干下がるのか。防御力234だからな。固くしていこうか。気絶時間短縮、このまんましだな。あとは、うん、こんなもんか。ショルダーもね、大したことないしな。こんなもんだね。よし、とりあえずちょっと今回は逃げ回りながら戦ってみましょう。ダメだったら諦めます。多分ね、違う、あの先じゃない、行きたい場所違うんだよ多分。通り抜けるのにどんどん地下行っちゃうね、話になんないもんね。いるね、33か。マップはどうなってんだ。うわ、よし、影響のない程度で戦いたい。多少のダメージはしょうがない。やつのボスが来る前に、よし、いいね。よし、ボスに気づかれる前にこういうのやっとかないとね。こっちも開くかな。わがねえのか。
あー気づかれた。うらやばい。うら行くぜ。ほっ危ね。ほっよし避けながら戦えてるよ。あやばい。ほっやばい。いけ。よっしゃ倒したぜ。冷静になればいけるんだよ。おこらキルドスチール斧。ここら辺はオフハンドか。はいソード。はいおお片手武器だ。雷か火炎ダメージ8か。とりあえず木と何取ろうかな。イーサファイア。獅子。アサシンのマーク。体格。狡猾力、精神力。何あげた方がいいんだろうな。サソリは？守護者の目。狡猾性、出血ダメージ。まあちょっとここら辺は考えておきましょう。火炎ダメージが上がるようなものがあったらいいんだけどね。炎の本流。これは火炎ダメージプラス15だって。これいいんじゃない。はい。ねえ。そういうことだと信じたいんだけど。火炎プラス15がついたね。これで火力は上がったでしょう。よし。でこれ以上先行く必要があるかと言われると引く必要はない。絶対に違う。だ先があんだよな。あ出口だ。出口か？あれ？まさかの？終わっちゃったよ。こっちかじゃあやっぱ。あれはあそこで終わりなんだな。じゃあこのままこっち行きましょうか。もともと行く予定だった出口ですね。ここです。こっちよ絶対出口。ミノーバ。ご用件は。今私たちは思い上がりに対する報いとしてこの土地に永久に縛られています。我が娘のルートラは今醜いハービーとなってブロークンヒルズに潜んでいます。我が罪で彼女は心臓をなめねじくれて母の愛を消して知ることのないモンスターの体に苦しんでいるんです。見つけてください。終焉を届けてください。求めるものにしよう。ってことでね、いいんじゃない？こっちの道だってんじゃない？密輸人のルートでしょ、きっと。ブロークンヒルズ。来たね。リフト。待ってたか、こっちで。地下まで行く必要なかったんだね、やっぱな。ほら。危ね。いけ。いけ。よし。さあ。行くぜ、ボンドン。どんどん。こういうのを端っこすべて見ていくっていうね。端から埋めていく。なんか上にガイオホイルみたいな。このまま下行っちゃっていいのか。
おーっと、おお、戻ってきた。危ねえな。ちょっと上行こうか。あ、待てよ、どっちの道かが正解かわかんねえからな。こっち行こうか。さて、旅人のリュックがあるわ。ガントレット。よし、ほっ、OK。近づいたところに放つのありだね、やっぱね。ハーピー。よし。で、こっちも繋がってるっていうオチじゃないの？こっちの道ね。よし。おっ。いけ。どう？左側繋がってんじゃない？これ。道が全然違う。まあ、一直線だと探索がしやすいね。ほっ。おお。いて。ほっ。いいや。よし。多いぜ敵が。よし。ドリーグのなんちゃら。さあ、この道が合ってるのか、いいな、ここね。痛いね。合ってんのかわかんないけど、まあ、一本道ならいずれ行き止まりがあるでしょう。というか、もしかしたらクエストの場所かもしれないしね。ほっ。いけ。ほっ。あ、いて。はい、広いな。どう行こうかな。いるね。ほい、撃ち落として。あれ、広いな。あ、こっちに繋がってんのか。はい。キュッ。よし。いいよ。OK。どこにだな。よし。おっ。ああ、倒せ。よし、ここでこことつながったわけだ。つながってよかったわ。よし。で、こっちは何かありそうかな。クエストマークついてんだ。そうするとここが例の場所か。あれ、ここかだな。お、またアンデッド出てきたな。危ねえ。フィア。よし。行け。さあ、行け。おっと、凍らされた。ロストレベナント、こいつか、さっき凍らしてきたの。
ここ行くか、クエスト。これがカルテロスか。扉が一つ下の部屋がある。ここで会えて嬉しいぞ。オリーガークはもういないよ。ではそこに行こう。はい、苦悶の階段。さーて今回はここやったらだな。じゃあここやって終わりにしましょう。後ろから奇襲、行こう。よし、おおお、危ねえな。33か。いけいけいけ。いけ。よし。こけろ。階段でこけろ。いけ。はい。スクラップ。はい。うん、レア盾か。レベル高えな、全員な。なんか33点、ボス級はレベル高めの出てきてんね。まあこのマップがそうってことじゃないと思うんですけれどね、レベルに合わせて多分レベルいくつみたいな感じで出てるだけだと思う。ほっ、いけ、よし、ほっ、取り寄せ。よし。よし、いいね。ほっ。お、全然遠すぎた。はい。よし。いいね。アンデッド倒して倒して。うん。いるな、なんか。ティア、ティア。よし。なんか呪いかけられたな。どこら辺に何かあるわけではない。うわ、なんか。よし。よし。うん。こっちか。行こう。ビースト、こっちに宝箱あんね。壊れかけた壺、オパールペンダントはいっかな。よし、で、うん、こっちだね。おっと、後ろから。ああ、倒しきれない。ここら辺は特に何かあるわけではないけど。行かねえか。ストームレベラント。よし。OK。ガンガン行こう。あ、しばい。これは、リング。精神力。よし、ちょっとやばいかもな。よし、はい、はい、おっ、あー、ミスった。クロストレベラントだ。ストームレベラント、ほっ。よし、転んだところを追い打ちかけろ。よし、特にアイテムなさそうだね。こっちか。ほら、いけ。
け。オッケー。さーて、アイテムゲットしているっぽいな、この先に。気をつけていこうか。ああ、まだか。はい。苦痛。おお、マジか。やべえ、なんかやってきた。いけ。いけ。やー、やばい。逃げ場がない。あべ、殺される、殺される。あー、よくない。よくない、よくない。いやー、よくないよー。ほっ。いけ。よし。いやー、このスピード遅らせてくるのやだねー。ほい。よし。危なかった。運命の石。お、両手、両点距離武器っぽいですね。硬化性が足んないって。63から70だけど 1.36 秒間ダメージ早いね。面白そうだけど。よし。で、こっちか。はい。よし。はい。はい。さあ、ここら辺の兵士は相手になる。で、うん。こっち行こうか。ほっ、いけいけいけ。よし、はいはい、遠距離厄介。ほっ、誰かにね使われてんだよなこれ。おっ、さあどう来る。あれ、いって、来たねー。さて、OK。レアパンツ。おっと、目の前に現れたな。引き打ち、引き打ち。おっ。ていや。よし。よし、OK。よっ。多少攻撃が当たるのはしょうがないと思う。防ぎようがないと思うんだよね。ほっ。よし。はい。はい。OK。なんか出てきそうかな。開けたのバレたか。いやーにしてもレベルの高い武器が手に入るとなんか嬉しいですね。やっぱりね。ほっ。そのレベルに早くなりたいですね。うん、大丈夫かな。でけえのいいな。やっぱ出てきたか。ほっ。近づいてきたら撃つ。すげえなんか防御ついてんな。まずあいつらだな。おっと、いけ。このね、プリスト、やっぱりね、援護してくるやつらが厄介だよ。いけ、うら。そっからじっくりこいつらを料理すればいい。さあ
宝箱。緑色のレア武器が出るようになってきたね、ちょっとずつね。で、いけいけいけ、ほっ、やべ、ヘイヤ、よし、こけたな、こけたらそこまでだ、いいね、こける、よし、名声ゲッチ、片手メイス、ほっ、OK、ブロストレベルなんとか、はっ、よし、OK、これとりあえず取って他どうだろうな、魔法片手剣、プロテクション、あんまし魅力的なのがない。いるのか、向こうにいるな、よし、さあどうかな、こっちはあんまし意味ないよね、はい、じゃあこっちだね、あべ、でかいのいる、よし、ほら、 OK、 さあ魔力消耗を抑えながらね、無力、エッセンス取って、フリーグのなんちゃら、残り火、残り火、合体、ないか、なんもないね。どうしようか。とりあえずこの先でいいのかな。あー、出てきた。ワンセットじゃないのは分かってるぜ。うら。あいて、いててててて。よし。ゆうち。ゆうち。範囲外からの攻撃は効きそうですね。よし。はい。レベルアップ。30になったぞ。はい。さあ、じゃあ何あげようか。精神力もうちょっと上げた方がいいのかな。枯渇してあげるか。武器が装備できないの悲しいからね。せっかくね、装備できる武器があっても、枯渇性が足りません。装備できませんはちょっと悲しいからね。さあ、遠いな、というか、長いぞ。はい。よし。何かあるか。エメラルドぐらいか。他は。うん。あ、出てきたな。キッ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 。よし。ほっ。あ、危ない。OK。開いて。どこ行けばいいんだ？こっちから行ってみるか。にしてもいっぱいいるな。おっと、やべえかも。はい。よいしょ。来たら殺す。見て。この消えてくんのどうにもなんねえな。はい。よし。はい。はい。よし。
ケー。どう行こうか。左行ってみようか。なあ。行け行け。さあ倒せ倒せ。こけるのいいね。なんでこけたかな。よし。なんかそういうあれがついてんのかな。なんかそんなあれついてんの武器に。あー、ちょっとわかんないな。そういうもんなのかな。どっち行こうか。左行ってみようか。後ろか。てててててててほら、行け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 。ほっ。よし。基本はこうよね、やっぱ敵が多い場合は。よし。で、ナイトブレイズバッチ。ちょっと見るか。はい。ほっ。あ、いって。こいつ絶対攻撃されるよな。へえ、いるな、いるな。ほっ。よし。さあ来る前に倒せ。はい。この辺特に何もないんじゃないかな。お、撃ってきたね。うら。いけ。さあ、逃げ切れるもんなのか。あ、いってー。絶対追っかけてくんな。よし。結構今回もまた長くなりそうだな。まあ、なんとか無事にクリアしたいところではありますが。はい。いいよ。あれ、この道はあってんの。おーおー、痛えな。やばい。よし。フレームだ。はい。ほいほいほい。いけ。さあ、来いや。来てみろ。よし。来てみろ。全滅だな。おっと。何か撃ったようだ。よし。ほっ。OK。宝箱。はい、はい。なんもないな。はい。来てみろや。うわ、危ない。さあ姿を見せろ。うん、こっち、うん、どっちだ、どっちかわかんないけど、こっちはあれみたいだね。じゃあこっちから行きましょう。あ、またこのタイプか。またこのタイプですか。ボスがいるんですね。わかります。いるね。35、5レベル上じゃん。大丈夫かな。お邪魔します。ほっ。あー、出てきた。よくないよくないよくない。ほら、大失態。よくないよ、そういうの。いけ。やばい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 。 I can't do that yet. ほっ。あー、やばいやばいやばい。まずは
まずは雑魚敵から倒していかないとね。ほら逃げ、あー痛い、I can't do that yet. ほっ、相手が悪すぎるか。はい、いけ、よし、ほっ、 I can't do that yet. はい、いけ、倒した。あー危ね、とりあえずもらっとこう、いろいろと。よし、パンツ布、はい、よし、ここら辺は体格32、場合によっては使うかもしれない。攻撃速度とかね。お、どうだ、宝箱、青いの出てこないな。両手霊気ダメージ 81%、 なんかすごいんだけどな。今つけてる武器よりもなんか良さそうだね。お、ヘルム、ヘルムいいんじゃない。これはちょっと、強化のダメージで上がるね。よし、ついでにあれねえかな。うんーと、これか。残り B 以外はなんかないの。物理ダメージ、霊気ダメージか。ここら辺は、うん、これだね。おっ、よし、つけて意味あったのかちょっとわかんないけど、こっちにしようか。 DPS 下がんな。狡猾性の31が38がそんなに高いのかな。まあこっちで行ってみましょう。はい、より大きな挑戦がなおも待っている。ゲットしたな。よし、ああ終わらせたよ。古代の場所、ああ、期待しよう。はいはい、はい、終わった。スケルトンキーが必要です。この先がまだあるってことか。お、え、ちょっと待って、開いちゃったけど接点が感じられないって。これあれ、俺また開けちゃったの。なんか、はい、これ行くべきじゃねえよな。絶対行くべきじゃないよね。ああ、閉まった。ああ、スケルトンキーが必要ですって。俺今、スケルトンキー使っちゃったんじゃないの、もしかして。やっちまったかもな。開く？ That's locked. 開かなくなっちゃったじゃん。マジか。そういうことか。ということでね、間違ってスケルトンキー使っちゃいました。多分。もらったやつね。ただ設計図はあるので、要はそれで作ってさらに後奥行きましょうよみたいな感じですかね。スケルトンキーってあるんじゃない。あれ、スケルトンキーとかないの。あるね、エクトプラズムで作れるみたいですね。そうするとさっきのあの場所を開けられるということですね。ここら辺は
火炎耐性とか、ああ、こういうの上げられるものもあるってことか。あ、さらに上位のものも作れそうですね、これ見ると。そうすると、これ火炎系も強いの出来上がるんじゃないの？火炎系なんかね。イーザーダメージ。ゴールドストーン。火炎ダメージあった。これは？物理ダメージの 10%。 コンポーネントにちなみにこれ4つ作って飛行すると、お、素晴らしい。こういう武器とにくっつけたいな。なるほどね、こうやって武器も強化することができると。うん、とりあえずいらないものだけ売って今日は終わりにしましょう。さらに深淵があるということですね、あの先。See anything you like? と、これはいいや。雷ダメージね。やっぱ今、炎メインだよね。なんかわかるかな？火炎ダメージ。雷ダメージ。まあ、プラス 81% はついてるけど、それに対するこれが乗ってないってことだね。だ、雷ダメージにもプラス 81% 乗るってことだね。それは多分装備している武器がこれだからでしょうね。まあ、とりあえず売りましょう。これも32の枯渇さん。待てよ、魔法的でこれ火炎のあれが入ってんのはこれの分しか持ってなくないか。鎧についてるこの火炎ダメージ、これついてないの。攻撃速度 86%。あれだな、ちょっとわかんないな。武器のこれだけ80何パー乗るの、ここら辺のダメージって乗らないのかな。はい、これはどうしようかな。ちょっとべきか。うん、今つけてるのでいいよね。こっちの方がじゃあ軽く上がるのかな。いや、防御力あるしか。1枚手は体格と枯渇性がどうしよう。これの方が火力 DPS 上がんだよな。でこれやったことによって特に何が変わるわけじゃない。うん、ここ変わって、いや、火炎修正が 72% だったな。ってことは乗ってるのか。あ、これ関係ねえわ。あれ、装備できなくなってる。必要な体格が320。なんと。今の外したからか。外したのどれだっけ。これが装備できなくなっちゃった。マジ
ましょう。ああ、ショルダーももしかしてこっちの方がいいんじゃないかな。こっちの方が DPS 上がるんだよな。こうするとああ、火炎ダメージ、あれでもこれやっぱ違うか、これプラス 8% ってつくのかな。あれ下がった下がったぞ。プラス 8% の火炎ダメージ、燃焼ダメージと違うからか。燃焼は燃焼でダメージがあるのか。なるほど、いろいろめんどくせえな。そうするとじゃあこれは意味あるってことだ。火炎ダメージだからね。これつけると88になるね。ただ DPS 的には硬化性とか上げた方が上がるんだよな。なんだろうな、ちょっとわからないですね。まあ注意10か。雷ダメージか。二丁拳銃やってみたいけどな、まだレベル足んないと思うしな。よし、とりあえずこんなもんだろう。いや、考えてるといつになっても終わらないな。というところでね、今回はここまでにしたいと思います。まあ、まだまだねこの装備に関してわからないところがいろいろありますけれども、多分結局のところこれだろうな。 DPS これを上げればいいんじゃないかなと思いますので、ここら辺をねよーく見てやっていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。